はい、おはようございます。福山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらですね。ニンニクの定食についてね、お伝えしていきます。まあ注意点もありますので、そこら辺のところとですね、あとは栽培の管理というところでね、ちょっとお伝えしていきます。で、このようにですね、今、ニンニクのね、種球ですね、こちらを用意してます。もうね、これは今年収穫をしたニンニクの種球になります。で、このように、これはね、でかいものがジャンボニンニクですね。こういうのがね、ジャンボニンニク。で、こちらの方がね、まあ一般的なサイズのニンニクになりますね。こちらの畑がですね、まあ、要は今日は畑の準備と、あとは定食、栽培の管理なんですけど、今ね、このように今、有機石灰をね、撒いてます。ちょっとね、近づいて見ていただくとわかるんですけど、このようにね、夏野菜を今ね、植えていた畑なんですけど、ここにですね、米ぬかとカルス、こういったものを使ってね、まだ残渣とかね、多少残ってるものはあるんですけど、このように、だいぶね、ここの土質はね、すごくいいんですね。で、ここら辺の、土の作り方とかっていうのはですね、まあ過去動画でも上げてるんですけど、まあ基本的にはですね、夏野菜の残渣で、その残肥で、行います。で、今回は米ぬかとカルスを使って土を作ってですね、で、その後ですね、今このように有機石灰をね、すき込んでいきます。で、こちらに、畝がね、まあこんな感じでね、すき込んでいきます。で、畝を、まあ大体15センチぐらいね、畝を立てておくと、ここがね、まあ要は水浸しにならないというような、感じでね、畝を作っておきます。これがね、一つポイントになります。で、あと、この有機石灰を撒くのは、ニンニクは、まあどちらかというと、玉ねぎとかもね、そうなんですけど、石灰、こちらをね、非常に、好むんですね。なので、まあこのようにね、有機石灰をね、すき込んでいきます。で、すき込むのはね、まあこれ、畝をもう立ててあるんで、すき込むのは簡単にね、すき込んでいきます。で、このようなね、トンボの冷気、ね、こういうので、まあ、こんな感じでですね、すき込んでおきます。で、この後マルチをね、やっていくようにするんですけど、まあ、大体でいいです。で、有機石灰と、撒いてあってもですね、特に、この後、栽培するにあたって、このまますぐにね、この種を植え付けることができます。これが有機石灰のいいところで、有機石灰は、どちらかというと、これはね、自然のカキ殻の有機石灰になるので、ですから、まあ普通にね、まあ一般的な、苦土石灰とかとはね、違ってですね、すぐね、撒いてすぐに種が撒けるとか、そういうメリットがあるのが有機石灰ですね。で、こんな感じでね、畝を作ってですね、こちらもね、はい、こんな感じで作ります。で、そしたら、この後ね、マルチを張っていきます。基本マルチの場合は、こちらね、黒マルチを使います。これが一番いいですね。で、この黒マルチは15センチ、上間、下部間15センチの黒マルチをね、使っていきますね。ニンニクは一般的に、15センチ間隔で、種をね、植えていってもらって問題ないですね。こんな感じでね、15センチの間隔のマルチですね。これは95センチ幅の黒マルチになります。
これをね、ニンニクは栽培期間が大変ね、長くなります。この10月ぐらいに定植をしてから、およそね、来年の5月中下旬から6月ぐらいにね、収穫っていう風になるので、まあおよそ8ヶ月ぐらいね、栽培期間がありますんで、まあそのためにも、このようなマルチを使うのが、まあ、一番有効です。なぜかというと、雑草がね、どうしても出てきます。この冬はいいんですけど、4月から雑草がね、だいぶ出てくるので、まあそれにね、対策をするためにこのマルチをね、やるのと、あとマルチはね、どうしてもこの保温効果とかね、保湿効果とか、そういったのが非常にね、優秀な資材ですんで、まあ、こういったマルチを使ってやるといいですね。でとにかく、まあ、玉ねぎとかね、ニンニクは栽培が全くね、似ているんですね。もう簡単ですね。こんな感じでマルチができたらですね、こんな感じでね、マルチの隙間がね、飛ばないようにちょっとね、かけておきます。で、ここからなんですけど、こちらはですね、まあ、普通のね、ニンニクを植えていきます。で、そちらの畝があるので、そちらにね、ジャンボニンニクを植えていきます。ジャンボニンニクの場合は、これどうしてもね、株がものすごくね、大きく、でかくなるので、2畳上にします。30センチぐらいは間隔を空けていきます。それがこのジャンボニンニクですね。こちらになります。これですね。で、こちらの場合は、まだね、それほどね、株も大きくならない。まあ普通のニンニクサイズですね。こちらのニンニクについては、この15センチの上までね、植えていくようにします。で、基本は指1本。これですね。この定植する深さがこの指1本。この深さで、例えばこんな感じでね、入れるんですけど、まあこれもですね、まあ大体こんな感じで握ってもらって、このままぎゅーっとね、奥まで入れてもらって、まあそしたらね、肩の土をこう乗せて入れてあげるといいです。で、発芽までにだいたい2週間、およそね、3週間弱で発芽が見込めてきます。で、これがね、ニンニクの発芽までの期間というふうになるんですけど、一般的にね、例えばこういうね、種ニンニク、まあ種球って言われてるものですね。で、こちらは、先ほどね、全部ね、皮の方を剥いたんですけど、これを一晩水につけるという方法もあります。これは何が目的かというとですね、発芽しやすいように、この中に水をね、水分をしっかり含ませておくっていうのがポイントになります。ですから、発芽をね、早くしたいなっていう方は、水につけておくっていうのはね、有効な方法ですね。で、ただ、栽培期間が長いので、そこまでね、僕の場合は神経質になってやることはやりません。これでもですね、普通に発芽はしてきます。だいたいですね、今、10月の、中旬ぐらいに差し掛かってますので、10月の下旬ぐらいにはですね、発芽が見込めてくると思います。で、最終的に12月の、中旬ぐらいにですね、一度追肥を行います。で、2月にもう一度追肥をして、肥止めという形で追肥は止まります。こちらにね、ダメなというかですね、まあ、例えばこちらがね、いい種ニンニクですね。綺麗ですね。このようにね。で、ニンニクというのは、こちらが、今ね、この先端青くなってますね。これ発芽スイッチというのが入ってます。これは、
平均気温が25度ぐらいになってくると、このようにですね、ニンニクは発芽スイッチといって、ここから芽がね、出ようとします。芽が出るのはこの先端です。こちらです。こちらのお尻の方は下にして植えます。ですから、この状態で植えていくようにします。ここですね。で、植えるときに、まあ先ほどもそうなんですけど、このようにね、ポンって置いてあげる。こんな感じですね。こんな感じで、ポンって置いてあげます。で、深さ的には、お尻の方が、この人差し指ですね。この深さぐらい。ですから、だいたい12、3から5センチぐらいですか。で、ポンって入れてあげます。で、ここに、畑の片土ですね。これをね、こんな感じで、乗せて、駆動してあげます。こんな感じですね。で、そうすると、まあ、ここから2週間ぐらいで芽がね、出てくるというふうになりますね。これが、ニンニクの植え方になります。で、もう一つは、これがね、ダメなニンニクですね。ダメなというのは、ダメな種球ですね。僕の場合はですね、今年収穫したニンニク、これをですね、種球として使います。で、中にはこのように、病気がね、発生しているものがあります。こういうニンニクはですね、絶対に使わないですね。なぜかというと、この中で、やっぱりね、土の中で、微生物がつながってます。なので、この病気がですね、この中を全部ね、侵食してしまうと、どうしてもニンニクがね、4月以降、病気にかかりやすいんですね。なので、こういう、ニンニクというのは使わないというのが、まあ一応ね、鉄則というかね、僕の中では使わないですね。まあ、こういう、ニンニクのね、栽培のする上で、種ニンニク、どうしてもね、例えばね、これ、おけつの方とかこう病気になってるんですけど、これね、上見てください、これ。もう発芽スイッチ入ってるんですよ、これ。上が緑で。これもうね、芽が出てきたがってるんですよね。こういう証拠があるんです。で、対照的にこちらがね、定食するニンニクの種球なんですけど、こちらもね、もう先端が緑色になってきてます。これもね、芽が出たがってるんですね。こちらは綺麗なニンニクです。でもこちらはね、このように、ね、病気がね、少しかかってます。どちらもね、芽が出てくるんですよ、これ。実はね。芽が出てくるんですけど、こういう種ニンニクは使わないと。こちらのような綺麗な種ニンニクを使っていくということですね。あとは、これね、こちらにもあるんですけど、いくつかね、種ニンニク用意してます。これが薄皮1枚残した種ニンニクですね。これがね、これは全部ね、ほぼね、皮を剥いてあるものになるんですけど、このような状態で、種を定食しても、発芽するまでに時間がかかります。こちらより発芽まで時間がかかります。多分11月の上旬ぐらいですね。今が10月の中旬に差し掛かる頃なので、まあ、およそね、2週間から3週間の間ぐらいにかけて発芽してくると思います。ただ、これね、発芽するのが、こちらに比べて遅いだけなんですね。なので、まあ、初期生育を考えると、こちらの方がね、いいとは思うんですけど、最初の種を用意するときに、この種、皮をね、薄皮まで剥くと、種を傷つける可能性があるので、種を傷つけないでください。傷つけると病気にかかりやすくなります。ですから、心配な方はこのままね、薄皮1枚にして植えてあげるといいと思います。でこちらにね、もう一個植えていきます。こんな感じですね。こんな感じで入れたら、片土をこんな感じでね、乗せて入れてあげます。はい、でこちらもですね、これもこのように持ってですね、3本指でこんな感じで持ってあげます。で、ここをですね、押し込んで入れてあげます。で、人差し指のこの関節部分ですね、ここまで入ったら指を抜いてあげると。そしたら今度ここにニンニクがありますんで、ここに畑のね、片土をこんな感じでね、
入れてあげます。まあこちらの六辺ニンニクとかね、そういったニンニクに関してはこの15センチの上間株間15センチの、サイズのね中に入れてあげれば十分ですね。こちらのジャンボニンニクに関しては15センチの間隔だと狭いので30センチの間隔で植えていきます。ですからここには植えていかないですね。隣でこの後ジャンボニンニクに関してはやっていきます。ちょっとねこちらねもう一個入れていきます。ここですね、こんな感じで3本指で持ってここでこんな感じでね入れたらポンって中に置いて指を抜く。そしたら今度畑の片土をこんな感じでね入れて落としてあげます。はい、これでね今 1,2,3,4,5 5つのねニンニクの種を定植が終わりました。これをね全部やっていくような形になります。で続いてこちらでねジャンボニンニクのね定植もちょっとやります。今ねこちら白菜があるんですね。白菜があるので白菜の場合はだいたいね60センチ離します。この上間60センチ離します。で株間に関してはこれねジャンボニンニクは2畳上でいきます。こちらはねでこちらも同じように土質はですねもうこんな感じでいい土質ですね。柔らかくて非常にいい土質でできてます。こちらもこんな感じですね。もうだいぶ暖流化されている土ですね。ここも夏野菜をね定植していた場所です。これはねキュウリですかね。ここはねでこの場所に残砂とあとは米ぬかそしてカルス、こちらねカルスではないですね、コーランネオですねを使って畑をねもう一度作り直してもうおよそね1ヶ月以上経っている状態ですね。ですからもうこのように白菜もね、栽培してるんですけど、まあ、こちらにね少しだけね、このジャンボニンニクをやって残りの種球についてはまたね違う畑の方がありますんでそちらの方に全部入れていくようになります。でこちらも同じです。こちらもこの先端ですね、こちらがお尻になるのでこちらの先端部分を上にして植えていきます。ですからこのように3本指で持ってここでですねこんな感じでね深めにちょっと入れます。ここですね、こんな感じです。そしたら今度は畑の片土をですねこの上にパラパラっとねこんな感じでかけてあげますね。こんな感じでね、はい、これでいいですね。これで一応ねジャンボニンニクの定植が1個終わりました。でこれも向こうのね先ほど、定植をねしたニンニクと同じようにだいたい2週間ぐらいで芽が出てきます。こちらがですからまあおよそね向こうと同じぐらいで芽が出てくるようになると思います。でこちらの場合はですね事前に有機石灰を一緒にね、すき込んであります。ですから向こうと違ってねこちらは有機石灰を使っていないんですけど事前にすき込んであります。で同じようにねこちらもね入れていきます。あとねちなみにこういう風にですねちょっとね話それますけど今ね玉ねぎの苗をね作ってますね。まあこちらが新絹っていうやつですね、品種ですね。まあこれ中奥手種です。これも病気に非常にね強いものです。でこちらがもみじ3号ですね。これも中奥手種ですね。今こんな感じで玉ねぎを作っていてまだね苗の方がこの後いくつか何箱かね、あと8箱ぐらいかなこれが、準備してるんですけどまあ今こんな感じでね玉ねぎもやってますね。まあ
なんで玉ねぎの話をしたかっていうと、ニンニクの栽培と玉ねぎの栽培はほぼ同じなんですね。ほぼ似てます。似てます。ですから、まあ今後ね、ニンニクの栽培と玉ねぎの関係でね、動画の方もどんどんね、上げていくと思いますけど、まあ、ニンニクの方は過去動画の方もね、概要欄の方に上げておきます。定食の仕方とかね、あとは春先が一番危険ですね。やっぱり病気にかかりやすいので、まあそこら辺気をつけるようにね、するようなこと、対策っていうのもね、あげてます。まあそれが、結構、苦土石灰系ですね、有効だったり、カルシウム系が有効だったりね、そういったことがあるので、まあそこら辺もね、加工動画で上げてます。で、ちょっとね、少しね、こう手をね、入れてみます。もうね、これぐらい簡単にね、すぐ入ります、これぐらい。それぐらいね、土がすごくね、中が柔らかいんですね、これ。ここの土。もともとが、腐葉土をね、ベースに最初作ってた場所ですね。なので、いい土質になってます。これもね、ちょっと植えていきます。こんな感じで3本で持って。で、こんな感じでね、置いたら、畑の片土を、こんな感じでね、入れていきます。はい。はい。これで2つですね。で、その後、30センチ間隔で植えていくって言ったので、ここに1個入れて、ここに1個入れていきます。まあ、およそね、こんな感じで入れていくようにします。こことですね。もう柔らかいね、土がね、ほら。もうこんなふわふわ。ふわふわ。え、じゃあ、こちらもね、ジャンボニンニクでかいっすね、これね。普通のサイズに比べると、こんなに違う。ものすごい。まあ、こんなにも違う、サイズがね。こちらをね、計測していきます。こちらですね。こんな感じでね。はい。ジャンボニンニクをここに落としました。こんな感じで。そしたら、ここにね、こんな感じで、畑の片土をね、入れていきます。はい。そしたら、今度こちらですね。こちらに、ジャンボニンニクを、こんな感じで落としていきます。そしたら、畑の片土を、こんな感じでね、パラパラパラーって、ね、はい、落としていきます。はい、こちらもですね、こちらもこの間にね、一つ入れていきます。こちらでいいかな。こんな感じでね、入れて、で、畑のね、片土をパラパラパラーってね、入れていきます。はい。で、今度はこちらですね。これがジャンボニンニクですね。これも、こちらに、こんな感じで置きます。そしたら、ここにね、畑の片土をパラパラパラーってね、はい、乗せていきまーす。これでおよそ3週間、2週間から3週間でね、芽がね、出てくるようになりますと。はい、こんな感じですね。あとこちら。必ずね、この芽が出る方を上にしてください。これも発芽スイッチ入ってます。もう気温が25度前後、平均気温ですね。そうすると、このように発芽スイッチが入ってきます。先端が青くなってね。もうこれ、定食の頃合いですね。で、こんな感じで落としてもらったら、ここに、今度は畑の片土をこんな感じでね、パラパラーっとね、はい、入れていきますと。これですね。今度そちらね、植えていきます。はい。同じように、こちらにね、ニンニクですね。ジャンボニンニク。こちらは全部ジャンボニンニクですね。で、こちらに畑の片土を、こんな感じでね、パラパラーっと入れておきます。あんまりね、覆土が多すぎると、芽が出てくるまで時間がかかるんでね、
度はだいたいね、この畝と平らぐらいにしておくといいですね。はい、じゃあこちらもですね、この3本指で持ってこちらにこんな感じで植えて、畑の形をこんな感じでパラパラって、ね、入れていきます。でちなみに畝がね、このように切れてる、マルチが切れている場所ってぷかぷか浮きやすいので、こういうところはですね、こんな感じでね、畑の土を置いといてあげるとマルチがね安定します。はい、このようにね定植が終わりました。全部ね定植できたわけではないんですけど、およそねこの15センチの錠間の中にですね、ニンニクの定植ですね、終了という形ですね。でこちらもですね、同じようにこちらジャンボニンニクですね、定植を終わりましたね。まあ、こんな形でですね、およそ2週間後ぐらいにはですね、芽が出てくると思います。遅くても3週間後ぐらいには芽が出てくると思います。ということで今日はね、ニンニクの定植ということで、そのポイント、注意点、そこら辺含めてですね、お伝えさせていただきました。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日のね、今日の動画が良かった方は高評価、またね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうも。